丸島明彦被告が初公判で起訴内容を認めました。丸島被告は去年、埼玉県桶川市などで自転車で車の目の前に飛び出す煽り運転を繰り返した罪で起訴。今週火曜日の初公判では3件の煽り運転の審理が行われ、丸島被告は間違いありませんと起訴内容を認めました。危険な運転をいい加減やめなければいけないと思っていたが、ドライバーに嫌がらせをしてすっきりする気持ちが勝ってしまった。同様の危険な運転は都内でも。こちらはドライブレコーダーが捉えた映像です。画面左側には車道の端を走る1台の自転車が、しばらく進むと自転車がふらふらと車の前を蛇行し始めたのです。やっぱテレビの中でしか見たことないようなことが自分に起こってるんで、ちょっと気が動転してちょっと怖かったです。映像が撮影されたのは東京小金井市。今月12日の午後3時半ごろ、女性が車で新小金井街道を南に向かって走っていたところ、問題の自転車と遭遇しました。前の車と距離を取って走っていた女性の車、その前を自転車がふらふらと煽るように走ります。そして一瞬後ろを振り返ると、さらに蛇行運転を続けたのです。自転車は大勢の人が待つバス停を通り過ぎると再び蛇行運転を始めました。クラクションも鳴らせないですし、幅寄せ、自転車の妨害をする行為とかもしてないので、ひたすらまっすぐ走ってただけです。しばらく蛇行運転を続けた自転車に乗った人物、するとこの後1回2回と右足を横に振り上げたのです。およそ1分間にわたって撮影されたこの動画、自転車に乗った人物は歩道を走って姿を消しました。警視庁は女性の相談を受け捜査を行っています。